優作さんが素晴らしい走りだったんですよ。そうですね、年、ね、が落ち着いてたし、はい、まあ本当最後の最後まで3人でこう決まる感じだったので、そうですね、惜しかったなというところですよ。でもすごいかかってましたね、いいそのシリーズのラインの走りっていうんですか、そうしながら勝ち上がりが、はい、そうですね、決勝、そうですね、まあ浅井さんも含め愛知3人と中部4人で、そうですね、まあちょっとゆっくり、並びそのものはまた話す、そうですね、はい、まあちょっとこのメンバーで決勝っていうのが、いや、もう楽しみです、